県内の1医療機関あたりのインフルエンザの感染者数が流行開始の目安となる1人を超えました。手洗いや換気など基本的な感染予防が必要です。県のまとめによりますと、今月17日までの1週間で1医療機関あたりのインフルエンザの感染者数は 2.89 人となり、前の週と比べ 1.92 人増えています。6週連続の増加で流行開始の目安となる1人を超えました。県の担当者は一気に増えたという印象があり、今後も感染者数の増加が見込まれると分析しています。県は手洗いや室内の換気、症状がある場合の咳エチケットなど基本的な感染予防を呼びかけています。